中国茶、花茶工芸茶三種の形状。いずれもジャスミン茶。ジャスミン茶花茶は中国茶の一種。緑茶や青茶など茶の製法によって分類する六大分類とは別種に分類される。そのため、最近では六大分類に花茶を加える方法で中国茶を分類するのが主流となっている。花茶には製法や原料により三つの種類が存在する。また、 茶葉を加工する際、糸で縛ったりして成形し、茶を抽出する際に、茶葉の形状の変化や花の出現する様子を楽しめるものもあり、それらを一般に、工芸茶あるいは流子茶と呼ぶ。花茶の起源は、壮大の復元省に遡れるとすることもあるが、当時の製法は茶葉に醤油を振りかけるというもので、現代の製法とは異なっており、これを花茶の起源とするかどうかは、 疑問も残る。現在と同じく新鮮な花びらの香りを茶葉に吸収させる手法が取られるようになったのは元の時代から灯される。秋代の茶の解説書である茶譜には花弁と茶葉の割合は1対15にするべきという記述が見られ、現在の製法ともほぼ一致することからこの頃に製法が完成したと言ってもいいであろう。一般的には緑茶を用いる。しかし、白茶。 青茶、紅茶、黒茶を用いたものもある。安価なものの場合、花と茶葉を直接混ぜることで香りを茶葉に移す。安価な茶葉に花の香りを付加して価値を高めることが主な目的である。高価なものでは薄紙を茶葉と花の間に挟み、積層させて香りを移すという手法が用いられる。この手法では比較的ゆっくりと、かつ深くに、 香りが浸透するため、工程を約2回以上繰り返す必要があり、製造期間も最大で数ヶ月を費やすこととなる。代表的な花茶としては以下のものが挙げられる。ありがとうございます。